こんばんは。今ご紹介いただきました澤修一です。今の自民党はむちゃくちゃですね。桜を見る会なんて何ですか。もうね、神経が垂れてきて、だからいつ終わってもいいんです。にもかかわらずなぜ終わんないのか。これはやっぱり玉木さんですね。内安倍内閣から6回選挙を経て6回とかって、安倍さんの経済政策は成功しない。安倍さんは日銀の黒田さんのところで、お金をガンガンすれば内が拡大すると思っているんだ。お金ガンガンすったら全然内が消費が伸びない、むしろ日銀が下がっている。だから国民の多くは安倍さんの経済政策は成功すると思ってない。しかも桜を見る前めちゃくちゃ、でなんでこの政権に行くのか。これは玉木さんが、安倍さんの経済政策は間違っているからこれで行くんだということを示してくれれば簡単だ。今井出さんとは仲悪いの。井出さんなんかと組んでこの自民党と違うで、今ね、例えばこの月収20万以下っていうのは日本の中で1000万以上いるんですよ。で、この正社員と非正規が 40% いるんですよ。むちゃくちゃですけどね。こういう、つまり日本を良くしたい、どうすればいいのか。ここを頭いいんだから真剣に考えてほしい。ここが出てこないからね、国民の多くは自民党はどうしようもないと思いながら我慢して、何度も頑張ってほしい。やる気あるよ。はい、行きますよ。経済について言うならば、立憲よりも僕は言うな、国民主が一番ね、力も合うし、国民に分かりやすい経済政策を打ち出せると思う。本当に頑張ってほしい。はい、なんで支持率が 1% なんて冗談じゃないよね。本当に頑張ってる。で、国民に分かりやすいことをちゃんとね、もうこれに作って、来年ハウディングを示してほしい。よろしくお願いします。はい、期待します。大丈夫。